ヒューガさん、久しぶりですね。お前は。そういえば俺が静岡へ行った時、生意気な口を聞いてくれたっけな。生意気だなんて、俺は事実を言っただけじゃないですか。ま、全国大会に優勝したわけですから、あの時の日本一になってからいいなってところは撤回しますよ。けどその優勝チームに勝てば、俺たちにもより箔がつくってもんですけどね。こいつね。よう、たけし、小学生の時俺がお前に勝って、あの時の雪辱今日果たさせてもらいます。なあ、かかってこいよ、お前との再戦。ヒューガー、こうして戦うのは小学生の時以来だな。浦部、お前の突破力は知っているが、俺たちもお前を止めるためにコンビネーションを鍛えてきた。今日は俺たちオートモカルテットがお前を止める。覚悟してかかってこい。ヒューガさん、タケシ、今日の試合全力で行かせてもらうぜ。どいつもこいつも挑発好きな連中だぜ。いいだろう、俺たちの力存分に見せるぞ、タケシ。はい。お前、1年生でスタメンとはなかなかやるじゃねえか。でも年下だからって手を抜いてもらえるとは思わないことだな。はあ、ボールを持った時は気をつけな。どこにいようと、俺たちオートモカルテットが容赦なくボールを奪いに行くぜ。元気だけはあるらしいな。その元気がいつまで持つか楽しみにしてるぜ。お聞きください、この大歓声、スタジアムは超満員。いよいよ注目の対決の火蓋が切られようとしています。東邦対大友、ここ埼玉ワールドスタジアムは割れんばかりの大歓声。そして今、大歓声に揺れ動くフィールドに両チーム入場です。
長の面持ち。選手たちがこの一戦にかける思いがこちらにも伝わります。選手たちはいよいよ始まろうとしているこの一戦を待ちきれないといった表情。ここで両チームのスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはホームサイド、東邦。4人で中盤を構成する形になっています。最後方の渡島津くんを中心とした堅固な守備から、テクニシャンの澤田くんがボールを運び、エースストライカーの日向くんがゴールを仕留めます。そしてアウェーサイド、大友。4人で中盤を構成する形になっています。キャプテン浦部くんを中心とした大友カルテットの堅い守りから、俊足のエース新田くんが仕留める堅守速攻を武器としています。まもなくキックオフです。熱戦の火蓋が切られました。日向くん右へ回します。今井くん、ここは勝負を避けた。おっと、後方交代だ。体ごとぶつかっていった。ドリブルと見せかけてパス、敵陣へ攻め込みます。反町くん、シュートを放った。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。小池くん、ここは勝負を避けた。これはタッチを割ります。大友、この位置からのスローイン。小池くん、ここは抜かせません。大友、この位置からのスローイン。中尾くん、ここはパスを出した。体ごとぶつかっていった。ドリブルと見せかけてパス。マッチ君、ここは抜かせません。素早くつなぎます。いけ、おっと、投手交代だ。反町君、激しいタックル。マッチ君、このスライディングが決まった。ここは勝負を避けた。いけ、澤田君、パスを回す。くらえ、もうこの位置、これがタイガーショットだ。一条君、このシュートに反応している。パントキックで大きく蹴り出した。澤田くん、ここで奪った。シュートだ。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。澤田くん、ここで奪った。センターラインを越えて攻め込む。ここから打ってきた。チャンスが決まった。日向くん、シュートだ。パントキック、どこまで運べるか。中尾くん、ロングパスを受けます。小池くん、ここは抜かせません。ドリブルと見せかけてパス。日向くん、ここは抜かせません。チャージが決まった。西尾くん、ここはパスを出した。ここから長い距離のパスを狙う。前線の味方にロングパス。あっと、奪い返した。ダイレクトでパス。反町くん、ここはパスに切り替えた。ここは抜かせません。志田くん、激しいタックル。ここは抜かせません。ここは勝負を避けた。素早くつなぎます。反町くん、素早く横にかわす。次々に狙っていく。横にかわして突破。ここからシュートに持っていく。一条くん、このシュートを正面から受け止める。パントキック、どこまで運べるか。澤田くん、ボールを奪った。東邦、この作戦指示が功を奏するか。西尾くん、ボールを持った。チャージが決まった。パントキックで大きく蹴り出した。このパスは通らない。岸田くん、ボールも狙うも届かない。これがタイガーショットだ。岸田がゴールを襲う。これはキャッチできない。西尾くん、このボールを拾います。岸田くん、ここで止めた。ここでタイガーショット発射。タイガーショットだ。このシュートをタイガーから受け止める。キーパーごと押し込む。よし、決めたぜ。ゴールに決めました。くらえ、これがタイガーショットだ。見とか。うわー、
キラオカレン、ロングパスを受けます。あ、ここだ。奪い返した。ヒューガ君、そら、シュートを放った。一条君、ゴールも割らせません。パントキックで大きく蹴り出した。このパスをトラップ。相手君、激しいタックル。ここは勝負をかけた。岸田君、体ごとぶつかっていった。ここからチャンスを作れるか。西尾君、そら、岸田君、ここはパスを出した。うれ、ここは抜かせません。川部君、ここはクリアだ。ドリブルと見せかけてパス。ヒューガ君、ここからチャンスを作れるか。ここでチャンスを潰します。ここはパスを出した。ここはパスに切り替えた。さあ、それ前半アディショナルタイム突入。やった、できればいい流れで前半を終えたいところ。こいつ、あっという間に抜き取った。ドリブルでボールを運ぶ。高島君、ここは抜かせません。ここはパスに切り替えた。ドリブルと見せかけてパス。岸田君、激しいタックル。ここから長い距離のパスを狙う。このタイミングだ。これはね、早くさシュートだ。ここは高島君、ゴール正面でこのシュートを迎え撃つ。今井君、ダイレクトでパス。中尾君、ここで東方、前半を終えて一歩リード。しかし試合の行方はまだまだ分かりません。キックオフで後半スタート。只見君、このボールをコントロール。体ごとぶつかっていった。ワンタッチで送る。澤田君、ここはパスに切り替えた。岸田君、激しいタックル。小池君、ここは抜かせません。ここでチャンスを潰します。体ごとぶつかっていった。ここからシュートを打てる。いつもここだ。このシュートに反応している。いった。このパスは通らない。小池君、ここはパスに切り替えた。真部君、激しいタックル。小池君、パスを出します。中山君、ここは抜かせません。ボールダッシュ成功。おっと、攻守交代だ。山部君、ボールダッシュ成功。ここはパスに切り替えた。真部君、ここは抜かせません。裏、パスを回す。川部君、激しいタックル。川部君、ここはパスに切り替えた。吉川君、ボールを狙うも飛んでない。一条君、横に飛んだ。ボールはまだ生きている。パスを受けた。中尾君、パスを出します。小池君、激しいタックル。浦部君、ボールダッシュ成功。大友、これは攻守の連携を一段と高めてきました。澤田君、鋭く足を振り抜きシュート。体ごとボールにぶつかっていく。中山君、体を張ってボールを止めた。体ごとぶつかっていった。かわして振り切った。反町君、素早くつなぎます。ヒューガ君、ここから打ってきた。パントキック、どこまで運べるか。中尾君、横にかわして突破。パスを出します。川部君、ここで止めた。ここは勝負を避けた。小池君、ここはパスに切り替えた。ここからどう持ち込むか。横をすり抜けた。中尾君、素早く横にかわせた。高島君、ここで止めた。ドリブルと見せかけてパス。松木君、ここは勝負を避けた。反町君、ここはパスに切り替えた。ボールがタッチを割りました。大友、この位置からのスローイン。これはロングスローだ。澤田君、激しいタックル。ここはパスに切り替えた。くらえ、もうこの位置。これがタイガーショットだ。一条君、横に飛んだ。決死のセーブでゴールを割らせない。川田君、これをトラップ。ここはパスを出した。絶妙なインターセプト。松木君、ヒューガ君、シュートだ。反町君、ここは抜かせません。川田君、激しいタックル。あっという間に抜き去った。川田君、次々に川田君、ドリブルで突破。ドリブルでボールを運ぶ。
チャージが決まった。ドリブルと見せかけてパス。ヒューガ君、ここは勝負を避けた。パスを出します。ダイレクトでパス。ヒューガ、頭とぶつかっていった。ドリブルで突破。それチャージが決まった。沢田君、ここはパスに切り替えた。敵陣へ攻め込みます。チャージが決まった。大友、これはコースの連携を一段と高めてきました。小池君、ゴールを狙う。反町君、激しいタックル。川田君、ヒューガ君、ここは抜かせません。西尾君、くらえ。ボールを奪うことができません。これがタイガース。鋭く反応。反応するも決まった。ヒューガ君、これを決めなきゃストライカーじゃねえ。平岡君、ロングパスを受けます。横にかわして突破。連続突破で見せます。今井君、激しいタックル。ドリブルでボールを運ぶ。ヒューガ君、ゴールを狙う。一条君、ゴールを守った。パントキック、どこまで運べるか。素早くつなぎます。川辺君、劇的な幕切れ。終盤のゴールに勝利の女神が微笑みました。それ。やった。は、されま
これがタイガーショットだ。全国ナンバーワンは伊達じゃなかったってことか。新田さん、これで小学生の時の借りは返しましたよ。次は来年の全国大会です。そこで完全に決着をつけましょう。強気だな、たけし。だけどそのメンバーから3年生が抜けて東京都大会を勝ち上がって来られるのか。それは似た。すいません、ちょっと熱くなっちゃいました。ヒューガー、お前という圧倒的な高回りがガッサッカー、今日新田や一条には今日の試合をしっかり覚えておいてもらわないとな。来年のために。来年のためか、どうかも同じだな。じゃあな、ヒューガー、次も頑張れよ。ああ、そっちもな。大空翼に、ヒューガ小次郎。俺の目標は、すげえやつばかりです。そうだな、やる気がなくなっちまったか。まさか。ますますサッカーをやるのが楽しくなってきましたよ。よし、それじゃあ紅白戦を始めるぞ。ちょっと待った、キャプテンがいないぞ。そういえば昼飯の後筋トレするって言ってマシンルームの方に行ってたな。それじゃあとりあえずキャプテン抜きで始めよう。そうですね、戻ってきたらどっちかのチームに入ってもらいましょう。空行くぞ。それでいいんだ。前にアドバイスしたことを着実に身につけている。やはりキャプテンが見込んだだけはある。前の試合で新田さんが言った通りだ。
もうすぐ3年生のみんなはいなくなってしまう。そうなったら僕がチームを引っ張らなきゃいけない。タケシ、ワンツーで行くぞ。来年は僕が先頭に立ってチームを勝たせなきゃいけないんだ。今のヒューガさんのように。もらった。タケシ危ない。ないたたたたた。タケシすまん、大丈夫か。すみませんでした。謝ることはないさ、プレイ中のことなんだから。いた。おお、倒れ込んだ時に擦り傷ができたんだな。一応消毒しておいた方がいいぜ。ちょっと待ってろ、救急箱っと。あれ、消毒液が切れてる。悪い、ちょっと消毒液をもらってきてくれ。バカ。くそ、前の試合あんなタックル食らったくらいで足首をやっちまうとはな。だが俺はこんなところで離脱するわけにはいかない。この程度の怪我に負けてはいられないんだ。お前、まあそんなところだ。俺のことはいいだろう。お前こそ怪我したのか。そうだ、それで消毒液を取りに来たのか。それならさっさと消毒液持って練習に戻れ。おいお前、いいか、今ここで見たことは誰にも言うんじゃねえぞ。分かったな。おう、持ってきてくれたか、ありがとう。どうかしたのか。いいかお前、もう一回言っとくが、絶対に言うんじゃねえぞ。分かったな。沸かします。この前より反応が良くなってるじゃないか。いや、俺自身はそんなに変わってないはずだ。それじゃあもう一発いくぜ、沸かします。防がれたか。けどさすが若島津だ。このタイガーショットが止められればもうお前からゴールを奪えるやつはいねえ。さあその調子でもう一回行くぞ。若島津。すみませんキャプテン、今ので左肩にちょっと違和感が。
左肩、そうか、古傷が。それじゃあ今日はここまでにするか。よし、片付けよう。はい。練習とはいえ、俺は何百本もタイガーショットを受け続けてきた。だからわかる。今日のタイガーショット、蹴り損なっているわけでもないのに、わずかだが、いつもより威力がなかった。だから追うこともできたし、最後は防ぐこともできたんだ。まさかキャプテン、足を。よし、よ、何？くそ。